みなさんこんにちは、しおりみんチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は私中学1年生なんですけど、なんとホワイトスクールに行ってきます。スキーです。皆さん今回2泊3日でスキー行っていきたいと思います。はい、でね、私スキーやったことなくて初めてなんですよ。なのでそうですね、全力で楽しみたいと思います。で今日はね、そのハッキングを、したので確認がてら紹介していこうかなと思います。明日なんですよ。やばくない？もうなんか全然さ、今日もさ普通に部活行ってきたし、学校にもう全然時間置かないんだけど、明日なんですよ。ちょっとバス乗って、バス行き3時間ぐらいで帰りも3時間ぐらいあるかな。もっとあるんじゃない？もっとあるか、うん、4時間5時間6時間6時に集合で、うん、着くの12時って書いてなかった？12時過ぎだったね。7、8、9、10、11、12、まあ途中パーキング2回寄るから、まあでもそうだね、6時間ぐらいで映画6本ぐらいまあこれはしょうがないね、はい、今の時代はね、映画が、うん、そうそう、まあそんなわけで、うん、早速やっていこうと思います。ちょっとね、多分私のことだから忘れ物があると思うんだよね。じゃあちょっとさ、学校のジャージだけ取ろっか、さすがに。あ、そっか、ちょっとやばいね。じゃあ学校のジャージだけ取ります。はい、ということで開けました。ちょっとね、あの学校のジャージここに入ってたんだけど、学校のジャージだけ抜きました。ということで早速開けていこうかなと思います。手元にね、しおりがあるので、ちょっとしおり確認しながら持ち物を確認していこうと思います。私もうあのお風呂も入って寝るだけなんですけど、まあ、ご飯も食べるかな、わかんないけど、お腹空いてない、なんかもう寝れるんだよね、私ぶっちゃけまずこのスキーウェアっていうのの下に着るジャージの下に着るあのヒートテック的なやつですね。これが今入ってますね。この黒とこれね。初日はね、学校のジャージの上からウェア着るっても指定されてて、そうなの、みんなほんとジャージの上にウェア着る形だから、体育館で着替えるからね、うん、それはもう初日はしょうがない、そうかね、まあ2日目と3日目だからジャージの下にいっぱい着なきゃって感じなんですよね、うん、朝着ていかないとだよ ね。で次がそのウェアですね。こちらウェアの下に着るもん、ね、あ、そうそう、これそれの上に着る、これの上に着るやつ、これ、え、かわいくない？え、かわいい、すごい、はい、かわいいか、かわいいのかかわいいんだよ。で、このウェアとかこれとかの下ですね、ズボン、まずね、タイツ、もうちょっとワンポイントがあるんだけど、ナイキ必須ですね、これは、うん、まあ、タイツよりだいぶ厚いかも。そうね、うん、もうほんと防寒用のね、感じ分かりました、うん、で次パジャマです。これ GU で買ったズボン、あ、これもね薄いんだけど、まあ中に着るし大丈夫でしょうみたいな、タイツパジャマだし布団あるんだよね、布団なんか先輩に聞いたら綺麗だったらしいから、お部屋、うん、ベッドもとかも綺麗だったらしいから多分大丈夫、同じとこなのかね、分かんないで、パジャマの上はちょっと圧縮されてるんだけど、こちら上出せないよね、ちょっとこのね、グレーのパーカーみたいなのになってます。これがパジャマです。わかるかな、これこの前の買ったやつ、どんな買ったんですか、裏にもなんかあるよ、あ、そう、これがジャージですね、アディダスのジャージ、これはあの学校のさジャージ私2日分 2着しか持ってないんだけど、なんか3日間で2泊3日だから足りない部分をこれで補うみたいな感じのですね、はい、ジャージですね、はい、これが上下あります。ということで片方は空っぽになりました。はい、じゃあ次片方、もう片方も開けていきます。はい、ということでこっち頑張っていきます。まずね、一番上にあるのはバスタオルです。これはね必需品ですよね、
タオルないとね風呂入れないから。バスタオルでここのねポケットにカイロが入ってます。でここには貼れるカイロ貼らないカイロとあと靴下に貼るカイロ入れました。でまあこれが下着2日分ですね。まあこれはね靴下と下着とタイツとかそういうものが入ってます。お風呂に持ってくやつです。でこれがフェイスタオル2枚。これはまあ顔洗った時朝顔洗った時に使うとかあの濡れた部分拭くとかなんかなかったら使おうかなって思ってます。はい。で次にですね靴下、まあ、靴下こっちにも入ってるのこのね袋にも入ってるんだけど分厚いんだよね。これはスキー用だからね。この下着の中に入ってるのは普通に履く普通に履くなんかいつも履いてるような靴下なんだけど、うん、これすごい分厚くてアマゾンで買いました。その超分厚いのこれまあねあのリミもねあの、うん、次使えるようにと思って買っちゃいましたスキー用の靴下。あらありがとうございます。怖いはい、いやでもね普通の別にどっかでね分厚い靴下買ってもよかったんだけど、うん、まあお値段ね同じぐらいだしね、うん、スキー用を買ってみました。はい、ね、やっぱ大事だよね靴下はね寒い足が寒いからね雪はね、うん、まあでもあったらこれからしほちゃんがねまあ大きくなってスキーとかお友達とね行くようになってもこういうの履けるからでもね、うん、今後も絶対使えると思います。はい、ここでハマるかハマらないかだからねこのスキーを体験してみて あ、ね、あ面白い、うん、となったらさ今後も行く機会もあるだろうし。ママも結構好きでね若い時は結構行ってました。スキーがスキーこちらですね次。これはあのたった今考えたプロポーズの言葉を決めさせようっていうゲームなんですけどカードゲームですね。なんか部屋で何のカードゲーム持ってるか言って友達はなんじゃもんじゃ友達はトランプとかで私はこれになりました。これかかりいやー楽しみだね。で次こちらこれはスキンケアですね。こんな感じになってて吊り下げられるんですよこんな感じで。でここに櫛とゴム紙ゴムが入っててこれが歯ブラシです。これ、この箱。これね。開けてみる。これ、キャンドゥだけ買ったの。歯ブラシ。うん。100均です、これ。ここがなんと、コップになって、こう開け、こう、ちょっと待って。こう開けれるんですよ。こんな感じで。あ、歯磨き粉ぴったりだね。ぴったりでしょ？歯磨き粉もキャンドゥだっけ？全部キャンドゥか。歯ブラシもキャンドゥです。全部キャンドゥで買いました。はい、次。次はここですね。一番大きいところ。ここには主にスキンケア用品とか、シャンプーとかが入ってますね。まず、なんだっけ？ヘアバンド。ヘアバンド。そう、ヘアバンド。鏡。友達からもらったパック。あとオイルとクリームですね。でこれシャンプーとリンスでしょ。これが化粧水と乳液でこれが洗顔フォーム。これ無印かわいいよね。でこれがのどスプレー。なんか大きさが一緒だったからスキンケアじゃないけど入れちゃったっていうのどスプレー。でこれがニベアで、ワセリン。これ、バって読むのかな？ワセリン。バセリンか。バセリン。はい、でーす。以上？以上、うん。はい、ということで、以上でーす。絡んだりこれがスーツケースだからね。はい、あと、お財布もこっちに入れるのかな？もしかしたら。あ、そうだ、忘れてた。まあ、それは、か。なんか貴重品もあの旅館でしかお金使わないから貴重品もこっちに入れるそうです。次リュックです。これは持ち運び用のリュック。バスとか持ち運ぶ時のリュックです。でね見てもうけけこれ友達からもらいましたお土産で
これなんか部屋で4人で部屋のメンバー4人なんですけど、うん、お揃いでつけていこうっていうことになったのでつけました。なんか裏返ってない？裏返ったつけました。はい、よし。じゃあこのバッグはユニクロかな。そうだね、前なんかユニクロで買ったって紹介したっけ、あれだ、ディズニーのさ持ち物のやったけど、やったっけ、やったような気がする。あの夏休みにお友達とディズニー行く、そうディズニー行ってその時にね使ったリュックです。はい、よし、じゃあ早速使っていこうじゃないや、紹介していきます。そう、このバッグ結構愛用してておすすめです。いいよね、めっちゃいい、バンバン入れられるし、形がなんか他の人と違って可愛いと思う。だよね、うん、まあ、あの大人の人はパソコンとかも入ります。もともとパソコン入りだよねこの。うん、そう、なんかそうメンズのちょっと大人の向けのリュックなんだけど、でもなんか定番じゃちょっとええー、やだなって人にはおすすめかもしれない。ちゃんと脇にねポケ、あのファスナーついてるから、そう、これ開けなくてもすごいでっかいファスナーついてるから、ここから全然出し入れができますね。はい、じゃあリュック開けていきます。まずねポケットから開けます。ポケットはもう、あ、ごめんなさい、ポーチでちょっと、まずハンカチティッシュですね。これはまあしおりにも書いてあったので入れました。次にこれですね、これ多分100均で買ったポーチなんですけど、気になったよね。え、100均じゃないよ、なんかさ300円ショップじゃなかった、リミとさ、あのあそこ行った時なんだっけ、運動スポッチャ、スポッチャの帰りにさ、うん、300円ショップかなんかで買わなかったっけ、どうだっけ、忘れちゃった300円ショップ買いました、はい、で、この中に薬と、待って、薬3回分だった、薬とこれはね、ちなみにバファリンルナ、ルナ、あの水がいらないタイプです。水がなくてもそうですね、飲めるやつ、これ愛用してます。私ね玉飲めないんだ。そう、玉飲めないんです、未だに。やばい、うっそー、ここどうすんのっていうやばいね、本当にさ、やばいよね。なんかさ、玉みんなどうやって飲めるものなの。だから軽々しくさ、みんなさポッコーンで、なんかさ、すごい涼しそうな顔してんの私あれが、えってなっちゃって、なんで飲めんの、すごい不思議だ。でもここ3年ぐらい病院行ってないけど、うん、病院に昔行ってた時は先生に玉飲めないんで、あの粉でって言われて、えって先生に、お、なんかびっくりさ、玉飲めないのみたいな。小学生の高学年とか普通みんなさ粉とか嫌がるのにさ、うん、玉じゃなくて粉でって言われて、どうぞ、みんなも、ええー、まあまあ、粉でいいの、苦くない。ちょっと話はそれましたが、うん、次、はい、次体温計です。で、これねすごいの、なんかね私カーケース付き買ったんだけど、ケース付きのね、これがねすごくない、曲がるの、え、すごくない、超ね、なんか柔らかいの、ここが脇に挟んでみた時なんか違和感あると思ったら、ここが動いてびっくりしたえ、壊れた、普通壊したと思って、ドストに動いた。ラスト、絆創膏入ってました。入れた記憶はございません。多分これ無印で買いましたね、この絆創膏、結構いいよ、うん、すごいなんかおしゃれでいいです。まあ、多分私怪我しません、本当わかんなくない、怪我しません、多分使う機会はないです。以上です。で、次この大きい部分のとこ行きます。まずエチケット袋、これはバス乗るので必須ですよね。やばい、次さファイル紹介しようと思ったの、うん、ファイルめちゃめちゃ中学校、あ、じゃあちょっとそれはカットしようか、カットする、ファイルですね、なんかし、資料、そう、なんか係、係とかの仕事分担の時に使う紙、はい、次はこちらですね、ネックフォーマー、これ2個入ってます。気分で使おうかなと思って、こっちはねテロテロしてるね、ちょっとかっこいい感じのやつで、物が少なくなってきた。でこっちがなんか
校のねこの金具があるからこう止められるっていう、こうかこう止められてなんかこうなこうできるこうねこうできるやつですね。はい、まあ、これもね気分によって使い分けようと思います、その日の気温とか、うん、まあこっちに入れてもいいけどね、こっちのそうねこっちに入れてもいいけど、うん、1日目使いたいなと思って、そう1日目が体育館で着替えだからこっちに入れないと絶対ね着替えられないからこっちに入れます。次ポーチでーす。この中にはハンカチが入ってます。で3日分だから2枚、こっちに1枚1日目の入れて、でティッシュはもう 2袋ぐらい入れたいんですけど入ってなかった、入れます。次こちら筆記用具です。え、可愛くない？これね、冬休みに買ったんだよね、妹とお揃いで。これね、またちょっと後日筆箱紹介みたいな感じで、はい、姉妹でねできたらなと思っております。なので中身は今回はちょっとなんか一時期さ妹とかとさ、うん、たい焼き食べんのハマってさ、ハマってた ね。でなんか冬休みにさたまたま一緒に出かけた先にさ、そうたい焼きがたい焼きの筆箱がパパが見つけてきてさ、かわいいっつってね2人でお揃いで買いました。そうだからリミもね使ってるんです。リミも使ってるんですよ学校でね。そうお揃いなの珍しくない、ね、珍しいということでたい焼き使います。ということで以上となります。はい、はい、ということでマスク忘れてたのでマスクも入れたいと思います。やばいね忘れてた。はい、ということで以上となります。楽しみだね、めっちゃ楽しみになってきた。なんかさこういうのすると実感湧かない、なんかさっきまで全然実感湧かなかったけどなんか湧いてきました。ということでスキー楽しんでいきたいと思います。スキー大好きになるぞ怪我しないように。はいはいはい、ということでそれではバイバーイ、楽しみは